皆さんこんにちは、 ABC ミュージックスクール代表の大塚信之です。この番組は私スクール代表の大塚がドラムを始めて1年間で BB メタルのドキドキモーニングという曲をバシッと叩くということを目標に、うちの講師からレッスンを受けたり独学で練習をしながらどうにか曲の完全攻略を目指していくと、そういった番組でございます。最後までぜひ見ていってください。12月の課題曲はゲスの極み乙女の私以外私じゃないのでございます。今回はですね、 A メロ編です。実はですね、僕が今回この曲を課題曲に選んだ理由っていうのが、この曲の A メロのフレーズが超かっこいいからなんですよ。これ叩けるようになりたいと思って選びました。3、4時間練習した結果、ちゃんと叩けるようになったかっていうのを皆さんに見てもらおうと思います。というところで練習いってきます。1 in ender, 2 in ender, 3 in ender, 4 in ender. 1 in ender, 2 in ender, 3 in ender, 4 in ender. 1 in ender, 2 in ender, 3 in ender, 4 in ender. つかつかたたつだつだつだだ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 だいきましょう。136、早いな。ぶつけ怖っ、やば、これできるようになるのかな。ちくしょう、今の良かったのにな。ああ、でも、近づいてるね。これ絶対いけるわ。オッケーオッケーオッケー。君ならできます。あ、折れた。おっとー、マジか、ここで折れる。やべ、めちゃくちゃやりづらくなった。ああ、参った。予想外だった。やべ、マイク切れる。くそー、頑張れ、電池がない。今のどうだろう、合ってるかな。もうちょっとで撮っとこう。叩き始めたからもう6時間ぐらいやってましたね。正直いっぱいいっぱいすぎて、どれぐらい正確に叩けてるのかわかんないんですけど、結構最後の最後に来たなっていう感じがあったので、ね、皆さんどうでしたか？これちゃんと合ってましたか？今回のこの演奏、大塚頑張ったなと思った方はぜひいいねをお願いします。もう全然ダメだと、まだまだ頑張れと思った方はバットでもいいので評価をぜひお願いします。皆さんのコメントとか評価がすごい僕の力になっています。 Twitter とか Instagram とか SNS をやっております。
ABC ミュージックのホームページもありますので、皆さんぜひフォローとかホームページのチェックをお願いします。初心者にレッスンをするのが大好きな人たちが集まっているという興奮の学校になるので、これから始めたい方とかね、やってみたいという方はぜひ申し込みをしてみてください。来週私以外私じゃないののサビ編をお届けします。今回はここまで。 ABC ミュージックスクール代表の大塚のりゆきがお届けしました。じゃあね。